めんなさい。ごめんなさい。ゴリラって書いたんですよ、私に。あの、一枚だけ。ゴリラ、丸って書いたんですよ。え、なんで書いたんだっけ、本当にごめんね。え、それ当たっちゃった、ごめん。ごめんなさい。なんか私、その生写真を見て、え、ゴリラじゃんと思ったのかわかんない。忘れちゃったけど、ゴリラ、丸って書いたんですよ。え、本当ごめん。逆にレア、逆にレアだけど、ごめんね。すごいなって書きました。ごめんなさい、本当に。ごめん、書きたくなっちゃったの。許して、許して。本当に何の舐め写真だっけな。でも割と最近だよね、忘れちゃったな。運動会かな、運動会かもしれない。じゃあまた今度ゴリラって一枚だけ書きますね。でもそれがさ、新規の人に当たったら本当にさ、初めて当たった生写真が斉藤明のゴリラ生写真だったらさ、え、なにこれってなるじゃん。だからやっぱダメだよ、ゴリラって書くの良くないね。ウサギならいいけどね。ゴリラきっかけ同士になるのはやばい。